こんにちは、ハッカです。いや、発表になりましたね。先日の CES2022 で AMD が新型のRyzen Zen 3 Plus Zen 4というものを発表してきました。もともと2022年というのはロードマップにそれらの名前があったんで、出てくるだろうっていうのは分かっていたんですけれど、Ryzen の次のモデル Zen 3 Plus と呼ばれていたんですよね。なので私は勝手にデスクトップ向けの新しい CPU が Zen 3 Plus で出てきて、その後に Zen 4が出てくるのかなと思いました。でも蓋を開けてみると Zen 3 Plus というのはモバイル限定の CPU で、その後の Zen 4というのがデスクトップ向けの CPU になるようなんですよね。今日はその AMD の講演から CPU だけに絞ってまとめてみたいと思います。 AMD の CPU がどんな未来を見せてくれるのか、ちょっと楽しみになりますよね。それでは行ってみましょう。まずは Zen 3 Plus からいきましょう。 Ryzen 6000 シリーズとなる Zen 3 Plus なんですけれど、現状モバイルのみの展開というふうに言われています。デスクトップ向けないんですけれども、これなんか開発中止になったとかっていう噂もありますよね。その後で出てくるのかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、おそらく Zen 4がこれだけ発表されてるっていうことは、デスクトップ向けの Zen 3 Plus というのは出てこないんじゃないでしょうかね。私は自作 PC をテーマにお話しすることが多いので、今までモバイル向けの CPU ってあんまり気にしてこなかったんですよね。ほぼ眼中にないぐらいだったんですけど、発表見ると結構注目すべきポイントがあるなと、面白いなと思ってるんで、今日は紹介しようかなと。まずは製造プロセスが6ナノメートルになりました。で、今まで7ナノメートルなんで、順当に小さくなってるなと。今市販のもので一番低いっていうのは MacBook Pro の M1 チップに代表される5ナノメートルだと思うんですよ。それに近づいた形ですね。で、Zen 3 Plus の新しい Ryzen 6800U というモデルが 5800U の現行のモデルと比較した場合に、シネベンチ R23 のスコアがシングルコアで 11% 増し、マルチコアで 28% 増しという性能向上が見込めるようです。特にこのシングルコアの性能向上っていうのがすごく注目すべきポイントじゃないかなと。やっぱり何をするでもシングルコアの強さっていうのは最近注目されてますよね。また AMD がインテルよりもアドバンテージがあるなというふうに感じているのは、自社でグラフィックボード用の GPU を作っているところではないでしょうか。そのラデオンに搭載されているアーキテクチャ RDNA2 をしっかりとこの Zen 3 Plus の APU に採用してくるということで、CPU の性能もさることながらグラフィック性能も上がっていると。すごいなっていうところが、初めてハードウェアレイトレーシングに対応してくるっていうことなんですよ。で、ノートパソコンで外部グラフィックボードなしでレイトレーシングが可能というところがもうすぐそばまで来ています。これ本当にって思いますよね。それでも AMD ならやってくれるんじゃないかなと。で、性能向上もさることながら Zen 3 Plus の進化っていうのはそういうところじゃないのかなと。講演の中ですごく長い時間をかけて力を入れて説明されてたのが省電力の部分なんですよ。先日レギオン 750i というレノボのゲーミングノート PC ご紹介したんですけど、レノボだけではないんですけれど、ゲーミングノート PC って非常に大きな AC アダプターがあって、発熱も大きければファンの音も大きいという、結構熱とか電力に対して無理をしてるなって感じる製品が多いんですよね。で、そこで MacBook Pro が出てきて、電力設計がすごく優れていて静かであんまり熱くならないっていうところが、いいっていうふうに評価されてるわけなんですけど、今回の Zen 3 Plus を搭載してくるノート PC に関してはそのぐらいの、省電力差っていうのは見込めるんじゃないかと思うんですよね。ただ一つ心配なのは、メーカー製のノート PC っていうのはインテル製の CPU と AMD 製の CPU どちらも搭載できるように外側だけ共通にしたりっていう仕様のものが多いんですよね。で、そうなると電源周りとか拡張性っていうのもあんまり大差ないなっていう結果になっちゃいそうですよね。
まあ、どこまでこのライゼン全3プラスに最適化した製品が出てくるかっていうのが注目ポイントです。さて、講演の中では全3プラスの説明というのが非常に長かったんですけど、全4はもうチラ見せ程度でした。まあ、実物こうやって持って話してましたけどね、まだあまり発表できる段階ではないのかなと。まあそれでもアルダレイク発売したばっかりなんで、まあそれ買わないで待っててねみたいなメッセージが込められてるのかなというふうには思っちゃいました。で、性能としてはまだ謎が多い CPU ではあるんですけど、まあ、現在分かっている範囲でお伝えしたいと思います。で、それが5ナノメートル DDR5 メモリ対応 PCI Express Gen 5ということで、まあここもう MacBook Pro の M1 Pro とか M1 Max に匹敵する、まあ、性能ですよね。ここだけ見ればですけど、まあ、おそらく2022年後半となれば、まあ、拡張性に対しても、まあ、全ての次世代規格、最新世代の規格に対応してくるでしょうし、製造プロセスが5ナノメートルになっているっていうアーキテクチャも非常に大きなアドバンテージです。まあここまでは順当進化かなというとこですよね。まあ、それでも非常に大きな変更点があります。ソケットなんですけど、現行の AM4 から一つ進んで AM5 にはなったんですけど、別の言い方もありまして、それが LGA1718。 そう、インテルと同じように LGA タイプになったんですよ。今まで CPU の裏側にピンが出てたのが、まあ、ソケット側にピンが出ているという仕様に変わります。これで CPU クーラーを交換するときのあのすっぽんっていう現象がなくなるんですよ。やりました。いやー、私以前すっぽんやっちゃったことありますからね。まあこれはちょっと嬉しい変更点です。で、この LGA1718、まあ、アルダレイクの LGA1700 より、まあ、18本、ちょっとだけピンの数が多いんですよね。負けず嫌いかと。でも LGA1700 よりコンパクトなんですよ。今までの CPU との決定的な違いっていうのは、まあ、裏面がもうびっしりピンだらけっていうことでしょうかね。大体の CPU って真ん中がドーナツ状に開いてますよね。で、そこにキャッシュメモリとかいろいろ配置されてるかと思うんですけど、あのソケットの写真見る限りでは本当にびっしりピンだらけなんですよ。まあ、気になるのはなぜかこう分割線みたいなのが入ってて、まあ、上下なのか左右なのかで、まあ二分割されたような見た目になっているというのが、まあ、どういうことなのかなっていうところです。で、 AM5 の LGA1718 が、まあ、LGA1700 よりも、まあ、小型コンパクトにできたっていうのには理由があります。まあ、この裏側にピンがびっしりあるっていうのが、まあ、ヒントではあるんですけど、まあ、今まで平面上に配置するしかなかった CPU のコアとなる部分とキャッシュメモリの部分、このキャッシュメモリの部分をCPU の上に乗っけるっていう構造を今回全4は取ってくるんですよ。なんと2階建て構造になります。まあ、それが 3DV キャッシュと言われる技術で、今までよりもキャッシュメモリを非常に多く搭載することができるんですね。あの CPU ってあのコアの計算性能だけではなくて、キャッシュメモリの容量っていうのも非常に重要なんですよ。キャッシュメモリが多ければ多いほどメインメモリを使わずに CPU の中だけで計算が完結できますんで、まあ、結果的にスピードが速くなります。で、発表で実物こうやって手に持ってたんですけど、なんか形がちょっと特殊なんですよね。あの盛大にグリスはみ出しそうで怖いですね。はい、そしてこの 3DV キャッシュ、キャッシュメモリ搭載の2階建て CPU なんですが、2022年後半の全4を待たないでも試すことができます。で、それが春ごろ発売される Ryzen 7 5800X3D というモデルですね。で、こちらの5800に2階建て構造を採用したんですけれど、それによってキャッシュメモリの容量が3倍になりました。で、キャッシュメモリ3倍になるってすごいことなんですよ。あの上位モデルの Ryzen 9 5900X よりも 15% 向上しているというんですよね。これ 5800X と比べてではなくて 5900X と比べて 15% の速度向上ですから、それはもうすごいです。
まあ、5950X と比べてどうなのかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ、5800X を使っている、まあ、私みたいな人はアップデートする価値っていうのは大いにあるんじゃないでしょうか。いかがでしたでしょうか。 AMD の講演の中で CPU だけに絞ってお話ししてみました。で、 AMD の CPU ですね、 Xbox シリーズ X、 PlayStation 5、そして電気自動車のテスラ、いろんなところに採用されてまして、まあ PC 向けの CPU としてもインテルとしのぎを削ってますよね。ただ最近では価格も非常に上がってきてますし、まあ、急激な性能向上っていうのが一般ユーザーを置いてきぼりにしてるなっていう感じもちょっとあるんですよ。まあ、ゲーミング PC で組もうと思ったら1世代前とか2世代前の CPU でも十分だよっていうふうに言われてますし、まあ、私自身も多分人からどんな CPU がいいのって聞かれたら、まあ、11400とか 3600X とかインテルでも AMD でもちょっと何世代か前の CPU をおすすめするみたいなことはあると思うんですよね。ただ個人的にはこの今の 5800X でも足りないとは思ってるんですよ。で、動画編集なんかする時でも、まあ、4K の結構重たい動画ファイルを取り扱っていて、でタイムラインを動かしているとやっぱり引っかかりを感じる部分ってあったりするんですよね。まあ、動画編集っていうのはいろいろと、まあ、ソフト側での処理で工夫をすれば、まあ、軽くできるよっていうところはあったりするんですけど、何も考えないでも快適にいきたいなというところで、まあ、CPU の速度向上っていうのは、まあ、どんどんやっていきたいなというふうに思ってます。ただハイエンドの価格向上もやっぱりちょっと厳しい部分があるので、まあ、コスパっていうのも大事にしていきたいなと。そういう意味で私はやっぱりライゼンの新型っていうのは大きく期待してるんですよね。まあ、新しい CPU がグイッと性能引き上げて、まあ、前の世代のハイエンドを華麗に抜き去っていくところを待ちたいと思います。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。